ます。これ実はノーマルバンパーなんですけど、そこの下を切り飛ばして新たに造形し直したんですよ。ちょっとこういうアンダーガード風に仕立てたんですとか、はい、このザラザラの塗装で、はい、よりオフロード感を強調しているっていうのがポイントなのと、このフロントグリルも作り直して、こう中にメッシュとこういうグリルを入れたりですとか、ライトも多分ついてるんですけど、それをずらして上に持っていったっていうのがこの車の特徴で、全体的にこう車高が高いように見せてるっていうのが、はい、ポイントです。でこれ塗装にラッピングしてます、はいはい、あとは本来ここガラスなんですけど、はい、パネルを埋めまして、このロトパックス製の工具入れを付けて、今日は、はい、この角度は何か違うんですか？それがうなのさんのあれです。これはもう大学ならこの角度はメタゾミザーが一緒なんですね。これは何ていうコンセプトかといいますと、まあ、世界最小の 4LDK を作られて、 4LDK、はい、K って伸ばすってことは何か K に意味があるんですか？ K 自動車の K、 分かる、ネイルスペース、はい、ストピア、スタヘア、はい、さらにこれは取り外し式なんですけど、はい、お風呂になってます。で、まあ、行ったところで自分の好きな景色を楽しみながらお風呂に入っていただくっていうのが、はい、なるほど、はい、これは僕とユネチさんに一回動画で紹介してるんですか、はい、大反響で、はい、視聴者がコメントで最高って言ってますか？あれで、はい、電動で温めて、はい、お湯にすることもできます。そういうやり方あるんですか？あります、あります、あ、なるほどね、はい、イカチーム、はい、この車って、はい、このユネチさんのカスタムって、はい、面がすごく綺麗ですね。ここでいい、細かい線とかが入ってなくて、はい、面の見せるのが、この軍事のところも、はい、細かい線じゃなくて、面の強さ。ありがとうございます。でもその辺は、一緒に制作してくださったモデラーさんの UD です。はい、UD です。UD です。ユネチさんでしょ、はい、で、この、ノーマルのですね、これは1994年なんですけども、もうちょっと見つかるとですね、近所に石川のボン、石川のボンを頑張って捕まえたわ。すれば、大体するんです。はい、お約束やらせていただきました。ありがとうございました。というわけで、はい、はい、これなんかこの青い加速がすごいです。そうなんです。この青い加速で、そのちょっとエコなイメージとかをイメージしてるんですけど、ミラーとかルーツとかも同じようになります。で、あとはこの辺は、純正の料金オプションパーツなんですけど、それをシルバーって言います。それがフロントとサイドとリアにあります。まあ、本当に必要最小限で買ったなんですけど、本当にイメージ違いますね。 ありがとうございます。これはちょっとユニークなデザインだとしてもユニークじゃないですか。はい、すみません、内装を本来のシートからこちらは張り替えをしてまして、シルバーにこれ実はガンメタリックにちょっとイエローを入れてるんですけど、それでこういう色に見えます。だってグリーンボンですよ。そうなんです。錯覚でそう見えてるのは違う、そういう色です。高速なんですね、はい、でそれに、黒とそのカーキでコーディネートしてるんですけど、このレンズとか、あとこのガーニッシュは海外のロッキーのものを日本仕様の、ここ本当はここまでだったものをここを延長しまして、色をブラックアウトして、バブルがバブルなんじゃないですか。あるやつをうまく利用して純正の良さを引き出したかった。なるほど、はい、USTM じゃないけど、要するに世界各国のドメスティックパーツを入れて、はい、日本風に仕上げるという、まあ、そんな感じスタイルです、ね、はいはいはい、こちらもあちらで使ったものをブラックアウトして使った、はい、これもフロントリアサイドの設計。これは日本、はい、これは日本用です。これはそうですか、はい、本当に印象がありますかね。はい、色でこう違って見せるっていうのがポイントです。シコの車にこういった絵を履かせると、はい、車内の静粛性とかって気になるじゃないですか、はい、なんですけど大学さんの目の前にいるのなんですけど、はい、このスマートハイブリッドはね、静粛性を向上させる施策が結構含まれていて、はい、ダッシュボードのインナーとか吸音材とかを
アップしてるんですよね、はい、だから多分共有タイヤを変えて改造しても、はい、それほど車内から臭くならない、はい、いい車なんだと思います、ね。